お待たせいたしました。1月9日になりますね。月曜日夜のスピリチュアルテレビの時間になりました。本日成人式ということで、僕はね、あまり見かけなかったんですけどね、うちのパートナーのゆきさんが、街を歩いてると、なんかね、おしゃれな人が多い、おしゃれな女性が多いね。本人的には自分の美的センスが磨かれてきたからかな、最初、感じたらしいんですけどもね、何のことはないね、成人式を迎えられた、ね、方々に、ね、晴れ姿を、ね、見て、そういうふうに思ったみたいですね。で、今日は、まあ、お休みということもありまして、厚木で、セラピストさん交流会と、交換接触会っていうのをね、させていただきました。ご参加いただいた方、本当にありがとうございますね。で、今日のゲストのね、ヤンガスさんも、こちらにお忙しい中出席していただいて、それで急に振っちゃうところが僕のね、あれなんですけれども、今日どうですかなんて急にね、振っていた、振らさせていただきまして、心よくね、ご出演の方を、ね、していただけることになりました。はい、今日のゲストはヤンガスさんです。今日はありがとうございました。皆様、ウチさんありがとうございました。ヤンガスです。皆様、スピリチュアルテレビをご覧の皆様にはもう1年以上ぶりですかね。テリーさんの生前に、ね、出させていただいて、それから以来ですかね。今日は本当に楽しかったです。どうもありがとうございました。ね、本当に終わったのが5時半ぐらいで、その後ね、ご帰宅されてもすぐっていう感じだったんでね。はい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 。ね、急に乱暴に振る方も振る方なんですけどね。ご開拓いただきましてありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ね、結構ね、自分もセラピストさん交流会って、まあ最近はちょっとご無沙汰だったんですけども、久しぶりにやって、結構ディープな話になりましたよね。そうですね。皆さんやっぱり何かされてる人ばかりなので、まあエネルギーにも敏感だし、大体の方はみんなヒーリングはできたし、まああとね、ロシア製のあの波動測定機械ですかね、はいはい、私初めて見たんですけど、あれかなりいいですね。あ、そうですか。はい。で、私結構何回も死にかけていて、末期がんとか、あと大動脈解離、3年前の大動脈解離で死にかけて、1ヶ月ぐらい ICU に入ったりしてたんですけど、やっぱりね、そういう悪いところが、やっぱりちょっと出たりとかもして、で、その場ですぐなんか周波数の調整みたいな感じでできるところがね、すごいなと思って。あれはかなり優れものだなって感じ、ね。そうですね。うん。で、なんかもしかしたらね、今度のね、テディコンにも出展するかもしれないみたいに言ってたんで、ぜひね、皆さんにも体験してもらえたらなと思いました。ヤンガスさんも出ていただけるんですか？そうですね、はい。今日はね、宇宙語をさせてもらって、まあ、4人の方、引き出しさせてもらったけどね、またそういうのに興味ある人、宇宙語喋ってみたいなっていう人、あるいはそういう瞬間ヒーリングとか興味ある人がいたら、ぜひ私にもよろしくお願いします。はい、宇宙語っていうのは、今日もね、簡単に説明していただいたんですけども、どういう感じ、はいはい。では、簡単に言いますけど、まず、僕たちの肉体がありますよね。肉体の中には、皆さんご存知のように、光の体、ライトボディがあって、ライトボディでは、テレパシーでもやり取りになりますね、高次元では。それを、そのエネルギーを肉体の側に持ってくるという、クラウンチャクラに、右回転でエネルギーが降りてくるんですけどね。それが、宇宙語っていうのはそのテレパシーでエネルギーをやり取りしたのを肉体側に持ってきて、で自分の各チャクラ上から下にどんどん通していって、プラーナガンを通って、で一番下の基底チャクラに行ってエネルギーが戻ってきて、口から言葉みたいに喋るので宇宙語になります。でそれを手で宇宙文字みたいのを書く人もいるし、絵を書く人もいますね。だからアートとかチャネリングとかとほぼ一緒なんです。だからライトランゲージとか宇宙語とか言いますけど、語学ではないです。
で光の体でのやり取りなので、あの光の体の視覚と聴覚をね、あと触った体感覚、触覚を使うんですけど、例えば言語じゃないので人によって喋り方は違います。ある人はね喋って、あと宇宙のね星によっても結構方言みたいなのが違うんですけど、でも伝えたいこと、いろんな言葉で伝えたいことを言うと、それが分かる人には同じものとして感じることができる。それで2012年以前は宇宙語が解禁されていなかった時代は、あまりね情報の伝達手段としては優れていなかった。であんまり翻訳に意味がないと言われてました。例えばね、牛を見て、ある人は牛の尻尾だけを見てこういう、ね、尻尾の形してるって思う人もいれば、蹄を見てこういう形をしてるっていう人もいれば、鼻を見たりね、体全体見たりとか角を見たりで、要は見える場所によって訳し方が違う、バラバラでもいいよみたいなね、そういうなんか緩かったんですね、宇宙語自体がまだ解禁されたね。それが2012年の、まあ、マヤ暦の終わりの当時以降に、天の岩戸が開いたんですけど、それ以降宇宙語が解禁になって、まあ、話す人も増えたんですけど、それ以降は、例えば、もう情報の伝達手段としてほぼテレパシーと同じで、正確なものが伝わるようになりました。そこが大きく、ね、違うところですね、今まで。それでやる人が増えて、で、宇宙語はね、結構やってるけど、意味がわかんないっつってやめる人が、大半なんですけど、実はやればやるほど光の体をねどんどん使っていって、そちらでの感覚が増していきます。あと今日もちょっと説明させていただいたんですけど、それを肉体の側に、三次元的なね肉体の側にエネルギーを持ってきて、エネルギーを通すことによって、肉体と光の体の親和性が良くなる。まあ要はスピリチュアルで大事なことは、まあ肉体を持っている時の健在意識ですね。肉体を持ってると、まあ、マインド、自分っていうものが、まあ、みんな出来上がっていて、それが大体3歳ぐらいまでの情報によって、自分っていうのが出来る。で、12歳でもほぼ固まってしまいます。あとはその固まってしまった自分に対して、目で見たり、鼻で匂いを嗅いだり、口で喋った、舌で味わった、耳で聞いたっていう、いわゆる五感、体で感じたって、五感の刺激に対して、マインドがね、ああでもない、こうでもないってぐる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 一分に何十も思考を巡らしているっていう、それが肉体的なね、感覚で、その肉体的な感覚が起きている時っていうのは、もう光の体のね、まあ、肉体の中に同じように光の体が中に入っていて、で、夜寝る時に、まあ、仙骨がスイッチになるんですよ。仙骨がカシャって、スイッチがポーンって体内に入ることによって、ここの部分が開いて、そこから、光の体が出ていって、まあ、大体が4次元の意識界を探訪して、帰ってきて、で、起きるっていうのは、起きるときにまたパーンって仙骨が出て、ね、3次元にまたグランディングするみたいなことをみんなやってるんですけど、要は宇宙語を毎日喋って光の体を意識的に使うことによって、その、両方を使える。肉体と光の体の両方を使える状態を、まあ、変性意識状態と言いますけど、変性意識状態をうまく保つための訓練の一つ。まあ、他にも瞑想したりですとか、フェンシングやったりですとか、いろいろそういう変性意識状態を保つツールっていうのがあるんですけど、宇宙語っていうのは、まあ、一番最近に公開された、まあ、一番優秀じゃないかなって私は思います。テレパシーの練習なんですね。あ、ちょっと長くなりましたけど、そんな感じ。はい、ありがとうございます。でもね、今日皆さんよく喋ってましたよね。そうですね、うん、でまあだから結構今も解禁されたので、結構簡単に喋ることができる、うん、なのでね、そんな難しいものと思わないで、お気軽にね、うん、やってみたいっていうのであれば、うん、大丈夫なので、うん、で あとはまあたまに、なんだろう、今日もねちょっと怒りの状態でね、来られた方はいはい、その人の場合、やっぱりその怒りの波動に合ったものが出てちゃうので、うんうん、まあ、それをちょっと取ったりとかはするんですけど、そうしたらやっぱりその人の本来のハイヤーセルフである天使が出てきて、すごい綺麗なね、宇宙が出てきて、天使の宇宙が出てきたので、そういったことのね、自分の、まあ、浄化、うん、
悪いものを取ったりとか、あとエネルギー循環しますので、高次元からね、脅してきたエネルギーが体中循環するっていう、そういう仕組みにもなるから、クリアリングになるんですね、うん、エネルギーのクリアリングを兼ねて、あとそういう悪いものを取るっていうか、そういうことにもなるみたいな、うん、あ、そうなんだ。なんかね、ヤンガさんがなんか捨ててるなと思ったんでちょっとちらっと見て、そう、あれ、そうだね、3体ですあれ、なんだろうとか思ってたら、そういうことだったんですね。あ、そうなんですよ。だからもう変なのが出てきて、あーみたいな、なんかわめいたり感じたから、うん、周りの人もびっくりしたから、これはうん、なるほど、なるほど。たまにそういうことはあるんですけど、まあそれもね、うん、まあクリアリングの一環でそういうことがあるけど、その分それでスッキリするし、うん、ね、そこはやっていく上でね、そういうクリアリングにもなっていくっていう、決して悪いことではないところですよね、うん、はい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 。でも先ほどのお話で、結構大病されて、でそこら辺と、はい、なんだろう、自分の中での気づきってリンクとかってのはあったんですか。まず25歳で、まあ、バブルのちょうど真っ最中に末期がんになって、医者からあと3ヶ月から半年って言われて、それでヒーリングによって助かったんですね。でそれであと、まあ、3年前に大動脈解離をやって、もう救急車で運ばれて、肩から足の先までね、動脈が剥がれてるんですけど、もう刃物でずっと刺されてるんです、神経が通ってる、もうとにかく痛くてたまらない、それによって普通の仕事ができなくなって、うん、でもスピリチュアル専門になって、うん、それから京都に移ったんですけど、あの私の両親が京都の、ね、醍醐寺っていうところで、はい、そちらに移って、まあまあ、要は親が僕がもう死ぬと思ったんで、うん、死に目を見てやろうっていう感じでね、うん、でもそしたらだんだん元気になっちゃってで、うん、それで1ヶ月間なんかもうご飯を食べない、もうこのまま死ぬなと思ったんで、うん、で医者から出された薬がもう大量なんですよ。両手を、両手のね、はい、から溢れるぐらい毎日飲む薬の量が、でみんなものすごい副作用が強くて、うん、でまあ、分かりやすく言うと、あの 寝てる状態から急にパッて立ち上がると、その副作用で気絶するんですよ。2回ぐらい気絶してバタッと倒れる。そんな薬危なくて飲んでられないと思って、それで当時、あの危険ドラッグとかいうので、なんかね、意識失って人を殺しちゃうみたいな車のね、暴走みたいのがよく騒がれていたので、これはもうちょっとどっちにしろ車も乗れないし、危なっかしくて高いところも行けないし、高いところでの作業をお控えくださいみたいに書いてあった。でこんだけ大量に毎日飲んだらもう内臓も多分ボロボロになるし、これはもう自己責任で、もう死ぬか薬をやめるかで、薬をやめようと思うんですね。その時にちょうど不食っていう1ヶ月間食べないっていうのをやってみて、うん、それで薬やめて、でなんとか復活したんですけど、うん、それ以降薬やめてないんですよ、うん、まあ、ご飯は食べるようになって、まあ、丸々太っちゃったんですけど、うん、でまあそれで、まあ、ちょっと話すとちょっといろいろ長いんですけど、まあ、上から2011年からあの自覚法、テリーさんがおっしゃった自覚法を始めて1年半、2012年で覚醒したんですけど、それ以降にそういう病気になっちゃって、で、まあ、システムエンジニアやって朝9時から終電までずっと働いてたんですけど、毎日それができなくなって、そしたらやっぱり高次元からね、宇宙連合の司令官のアシュタールっていう人からいろいろ依頼されて、で、まあ、高次元に天の橋立てっていうなんか装置を作りましたと。でも誰もここ通んないから、ここを通ってアセンションする地球にっていう装置をなんか作ったらしいんだけど、誰も通んないからちょっと人を連れてきてくれって言われて、そのために3カ所行ってくれって言われたのが、まあ行ってきたんですけど、六甲山と、あとは淡路島と、あとは天の橋だと、その3カ所行ってねくれって言われて、それでまあそんなこと言われても関西全然土地勘がないので、うん、一体どうすりゃいいんだと思って、はい、でもまあ分かんないけど、まあ分かったよみたいに言ってあげて了解はしたんですけど、そしたらまあ、京都に大分にいたんですけど、お客さんがね、もう仕事辞めてぼちぼち来るようになったんですね、うん、
そうしたら最初は六甲山から始まって、はいはい、六甲山のあのカタカムナっていうね、カタカムナ文字という実はすごい最古の文字があります。そのカタカムナが発見された六甲山の金長山っていうね、小倉神社っていうところがあって、金長山のそこのそこに住んでたっていう人とか、そこに毎日何年間も通ってたっていう人とか、あとはその六甲山のね、あの空海があの修行していて、空海が当時六甲山に住んでいて十輪寺っていうお寺を作ったんですけど、うん、その空海が作った十輪寺と、あとはあの観音寺っていう神に呪う寺って書いて観音寺っていうお寺があって、そこに麻内御前って言って、まさに天の橋立のあのね、奥宮の、 あの六芒星のね、この神社の奥宮が麻内神社っていう、まさに麻内御前って言って、まあ、当時の天皇の、ね、お妃の一人だったんですけど、 それとはうまくいかなくて、で空海とのプラトニックラブをしていて、麻内御前と空海と一日違いで、ね、あの家に帰っていったんですけど、そういうラブの相手の麻内御前と空海の話、まあ、当時はねまだそういうのが公になってなくて、うん、そういうのを知っている人で、その人のおじさんが十輪寺の住職さんで有名な人で、高野山大学で教えてたりとか NHK の仏教のね番組でをやったりとかしてるくらいの方で、その人の名簿さんで、まあ、何でも知ってるみたいな人、あとはあの六甲山の巨石を持ってたっていう、親が巨石を持ってたっていう人も来て、で六甲山の、まあ、ドライブあの辺する人は分かるんですけど、いきなり道の真ん中になんか石がバーンってあるんですよ、邪魔がなくて、そんなにクソでかくもないんで別に動かせるサイズなんだけど、なんかそれはね動かすと死ぬ石らしくて、でそれでそのままってあるんだと思って、確かに車で行ったらあって、あこれかとか思って。なんかそういうのを教えてくれたりとかで、もう続けて、もう私何にも知識ないんですけど、来る人来る人がやっぱり、あれですね、上から言われた通りにパッて動くのが大事なんですね。間髪を入れずに、なんかそういう、こうしてくれっていうお願いやっぱり来るんで、どうしても高次元の人たちっていうのは、肉体を持ってないんですから、光の体ですから、ね、ライトボディだから、実際に動けないので、誰かに、ね、人間に動いてもらうしかなくて、それでやっぱりお願いされたらパッて動くようにすると、まあ、その分もちろんフォローしてくれるので、うん、何にも分かんなくても全部お膳立てしてくれるんですね、うん。そういうのが始まって、で、六甲の知識をすごいついて、で、当時、瀬織姫っていうのがね、まだ封印されていたので、で、結局、瀬織姫っていうのが、今の、まあ、日本神道のね、神社の、まあ、伊勢神宮とかそうですけど、天照大神にすり替えられてしまっていて、それを元に戻すっていうのもなんかやってたんですけど、2022年以降にね、やっていて。そういうのもなんかやっていて、奈良時代に持統天皇が確か変えたんだよね。で、右へ奈良へで神社長の言うことをみんな聞いて、今でも天照が女性の、ね、女神になってますけど、もちろん竹内文系とか、あとは、まあ、押し手文字の骨末体っていうのがあるんですけど、それにはもうちゃんと男性の天照様っていうふうになっていて、もともとは男性の太陽神だった。まあ、当たり前なんですけどね、エネルギーの、あのね、陰と陽で考えても、男性が陽で女性が陰で、男性が太陽で女性が月なんですね。で、男性は朝日が出るときに毎日元気になりますよね。で女性は月のリズムで生活していて、生理が来たり、うん、なのでもともとおかしいんだけど、それを、まあ、元に正したんですね。そういうのを上からの指令でやって、で最終的にそれをあの天の橋立に行ってやったんですけど、まあ、そういうことをいろいろ指令が来ました、はいはいはい、3年ぐらいかけてやっていて、で大体役目が終わったなと思ったら、こっちに苦しくんが今度始まって、うん、この何年間か、結構上の言われたことをやってあげて、うん、っていう感じでやってたら、だいぶ元気になってきて、そしたらもう親がもう僕が死ぬと思って家に来いって言ったけど、邪魔になっちゃったから、
感じになって、うんうん、それでこっちに来る機会があったんで、まあこっちに戻られたっていうのも何らかの意味合いがあるんでしょうね。あります。でまあ今まではそういう何だろう、あの日本全体がまあ竜の、ね、形をしているんですけど、今まではその竜を動きやすくするためにまずはへそのね、あとその要のね関西をやったけど、もう今度危ないのははっきり言って東京と東北とが一番危ないです。今はね結構危ないですけど、今度はだからそっちをエネルギーを通す役割ですね。うん、まあ、だから危ないと言って逃げていたら始まらないので、日本全体を、ね、良くしていかなきゃいけない。竜の、まあ、上半身ですよね。東京と東北といったら上半身なんで、うん、こっちに来てそういうのを、うん、きれいにしていく。それで竜が動き出すんですよ。っていうのを最近取り組み始め、まだ来たばっかりですけど。うん、それで、まあ、どういうふうに浄化していくっていうのは、いろいろ方法はあると思うんですけど、で僕に今来ているのは、まあ、他にもやってる人ね、いると思うんだけど、農業。うん、農業なんですね。で農業の、要は、農業っていうのが、まあ、自然に循環していって、循環型の生活をもうずっと死死孫孫までやっていく。それによって、例えば放射能もね、どん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 浄化されていきます。そういうのをやっていて、で竜の手に当たる部分が、まあ、2本手があるんですけど、能登半島と房総半島で手になってるんですよね。うん、こんな弱の手になってて、右の左で。それの今、千葉で、まあ、大体1000坪弱 の、ね、農地を貸してくれる方がいたので、今年からそういうのを始めようかな。やっぱり用意してくれるもんなんですね。そうなんですね。だから全然僕はお金も何にもなくて、まあ、暇だけはあるんですけど、でもそういうふうにやっていこうかなって思うと、あ、じゃあ使ってくださいって人が現れてきて、うん、でじゃあやりましょう、うん、それでまあちょっと前に見た予知夢なんですけど、はいはい、で僕の予知夢って外れないので、どういう予知夢だったかっていうと、あの僕が見たのは地球に貢献した人たちの銅像がバーって並んでいて、で僕は一番手前にお地蔵さんぐらいちっちゃいのがポツンってちっちゃいと思って、そしたらだんだんみんな大きくなって貢献する、で一番真正面の一番大きいのがイエス様でバーンってあって、その隣にあったイエス様の次にでかいのがロシアのプーチンだったんですね。で当時はなんでプーチンって全然知らなかったんで、なんでプーチンがこんなでけえのがこんなちっちゃくてと思ったんですけど、でもやっぱりその後の今のプーチンのね、あの見てるともう確かになって思うところがすごいあって、であとロシアでそういうアナスタシアの農法をやる人になんか土地をね無料で与えたりもしてるみたいで、あとはもう遺伝子組み換えの食べ物をもうロシアの中にはもう絶対入れないとか、あとはそういうフリーメイソンの人たちにも対決するって宣言したりとかして、結構でかいことをね、もうバン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 やり出してるから、あ、やっぱりな、みたいな感じで。か未来ではイエス様に次いで尊敬されてる、うん、形ですね、プーチン様。確かに。ね、あの、アナスタシアさんのね、農法を無償でってもすごい話ですよね。うん、そう、すごいですね。まあ、土地が広いですけどね、ロシアね。でも本当にすごくて、それによって、まあ、循環型のね、永続型で循環型の仕組みが、まあ、残るわけですから。でやっぱり、まあ、今、ね、いろいろ腸内細菌もそうだし、あと酵母とかもそうだけど、結局微生物の力が今見直されてるんですね。でやっぱり微生物っていうのは一番あの分かりやすいんですよ。仕組みが複雑だと分かりにくいけど、微生物って結構発酵食品とか目に見えてその良さが分かるし、分かりやすいんですよね。で結構あの、まあ、自分の想念が反映されるというか、うん、当時のエネルギー、その時のエネルギーが反映されて、はい、それが結構分かりやすかったりするんですね。だからそういう農業を通して、うんね、自分の波動を確認するっていうことでもあるし、うん、
で今だんだんそういう腸内細菌とか、ね、酵母とかが見直されている流れも含めて、うん、そういう流れになっていっている。で、まあ、放射能ももちろん分解されるし、微生物による分解と、あと僕が今やっているのは、うん、あの、うん、まあ、重曹、うん、重曹を撒いて、あの、ガイガーカウンターを持って測ったんですけど、うん、やっぱり千葉で測った時って、まあ、大体大丈夫だったんですけど、ちょっと普通のその周りの中で高いなっていうのはやっぱりね、ああ雨がよく通るコンクリート、やっぱりねバクテリアとかそういう微生物がいないところ、うん、分解されないそういう自然のものでないものの方がやっぱり倍ぐらい高いんですね、うん、放射能が。そこも重曹を撒いた瞬間に放射能の値が元に戻るっていうか半分になりました。一応いろいろ試したんですけどね。だから重曹をぜひ東北とかあるいは東京の放射能の値が高いところは重曹を撒くといいです。ただ撒けばいいです。特に雨が降るときっていうのは雨に溶けて川に流れて海まで浄化するので、そういう実はメッセージがちょっと前に来たんですけど、北海道に台風直撃した時にそういうメッセージが来て、まあ、ブログとかには書いたけどあんまりやってくれてる人いなかったみたいだけど、まあ、もし今後またそういう台風がね東北とか北海道直撃するような台風の時は重曹を撒くとそれでもうかなり周り浄化されます、ね、重曹は面白いですよね、はい、放射能除去だけじゃなくてがんも消えるっていうね話もちらほら聞くし、で僕はあとここにシミがあるんですけど、これがもう真っ黒ででかかったのが、はい、重曹と飛沫油をただつけて、絆創膏貼ってるだけでだいぶ取れてきました。5日か6日ぐらいしたらボロボロ取れてきて、はいはい、ときれいな肌になって、何にでも効くからね。何でしょうね、重曹ってね。なぜ魔法の粉って言われてますけど、本当に魔法の粉で、うん、だから昔の薬には入ってたんですよ。僕の母親が昔看護婦だった頃に胃薬とかにやっぱ重曹入ってたけど、治っちゃうから、重曹入ってると。今の薬は治らないでずっと飲み続けますよね。だから入ってないんですね。治ったら困るっていうのが意味だからか。昔の日本軍の軍には重曹しか持ってなくて、それで、ね、怪我から、そういう精神的なものから、いろんな病気から食あたりから全部それで治してたっていうか、結局重曹だけあれば化学薬品みたいなものは本当はいらないんです。でもそれだと今ある社会のねほとんどの会社が困っちゃうので、本当はいらない石油由来の化学物質に高い値段をつけて売るっていうのが今のね産業の日本のね世界の産業になっちゃってる。まあそこからもだんだん脱却していくんだろうなっていうのは思うんですけど、でもやっぱりまだそういう人たちのね、まず力が強いなって思うので、まあ今すぐっていうのは難しいかもしれない。徐々に僕たちの気持ちの中で、なんだろう、そういう自然由来のもの、必要のないものをやめていくっていうだけで、すごいね、いい世の中になっていくんですね。そうですね、本当に、まあ、そういう意味ではもともと日本人が例えば江戸時代ぐらいまで、行っていた生活スタイルっていうのがすごく、まあね、皆さんも見直されてますけれども、すごくそこに戻っていく方が今後の地球にも、ね、他の生き物たちもいい感じはしますよね。そうですね、うん、まあ、だから無駄なものを一切なくて、もう本当にリサイクル、自然のものだけ でそれプラス今の医学の良いところも残して、うん、まあ、病気にならない状態で早めにそういうのを体に異変があったら防ぐみたいなところを利用していけば、ね、当時みたいに早死にする人も減るし、うん、いいかなと思うんですよ。いいとこ取りにしていって、うん、薬とかなるべくやめて自分のね治癒能力とかそういうのを高めて、ヒーリングとかそういうのをやっていけばいいと思うんです。もともと治る力っていうのはね、自然のものっていうのがね、ミラーの人今日もいっぱい来てましたけど、はいはいはい、なんかね面白い人多かったですよね。
そうですね、やっぱり、まあ、やってることは違うけど、まあ、やっぱりそうだよねみたいに共通する点がすごい多いから、まあ、要はエネルギー循環っていうのが一番大事で、まあ、だから僕は神様は何ですかって言われた時に、神とは何ですかって言われた時にエネルギー循環ですっていつも言ってるんですけど、まあ、それはカタカムラっていうもの、あと押して文字っていうのを勉強するとわかるんですけど、それがもうエネルギー循環なんですね、うん、そういうことしか言っていないんですけど、それにだんだん神話っていうのがやっぱりできてきて、日本の場合はやっぱりね、古事記と日本書紀が奈良時代にできてきて、それで神様に、本当はエネルギーだった神に人格を持たせた人間にして、お話にするためにね。それからなんかそういう風になってきて、でも元は全部カタカムラに書いてあるけど、エネルギー循環です。そのエネルギー循環をうまくできない場合はエネルギーが滞留して、それが病気になったり、ね、していく。宇宙っていうのももう2万6千年周期でエネルギーが循環している。人間だったら100年の間にこのサイクルが変わりながらエネルギー循環、陰と陽で反転しながらエネルギー循環していくっていう。だからいかにエネルギー循環して自分がそう宇宙と調和した状態でいるかっていうのがすごい大事で。で、ヒーリングっていうのはその力を使うわけですからね。うん、そうですね。そこら辺って、前に、宮大工さんの話で、記事で読んで、この伊勢神宮の、そのね、もう20年おきぐらいに、建て替えをするっていうのも、その循環があってっていう。で、その20年あると、その20年前は見習いだった、ね、宮大工さんが、それをちゃんと親方から教わって、で今度20年後に自分が親方になって、下の者に伝える、そう、もしかしたらね、まあ、それとは違う意味で20年なのかもしれないけれども、でも、やっぱかなってる、ね、はい、その大きな循環っていうのをね、日本人って見てきたのかななんていう、ね、思いますね。ああ、そうですよね。本当にまさにそういうのはすごい大事なことで、僕たちの子孫にね、そういう良いものをどんどん残していくっていうね、そういう社会を作っていかないといけなくて、今はどっちかっていうと、まあ、国の借金だとか放射能だとか、負の遺産をもうどん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 もう今はいいみたいな感じでね、増やしてる感じがあって、もうそれこそまさに逆で、本当にね、子供たちが平和で暮らせるための世の中、本当に永続可能な社会の仕組みっていうのを簡単にできるんですよ。本当に簡単にできるんだけど、ね、まあ、だから ほとんど国の使ってるお金ってのは医療費とかそういうのほとんどだけど、まあ、さっき言ったように郵送だけあれば本当はいらないんですよね。まあそういうこと言っちゃうと怒られちゃうかもしれないんだけどね。まあでも本当はそんな感じで住んじゃうものをね、抗がん剤だっつって何百万だとかね。まあ、できればそういうのを減らしていく世の中にしたいですね。まあ、あんまこういうこと言うと反発食らっちゃうんですけどね。もうね、まあ、ちょっとずつね。ちょっとですよね。はい、あ。ちょっと変えていきたいなと、はい。だからそこら辺で、その、先ほどの押して文字もそうですけども、かつてのね、日本人が何を思っていたのかっていうところってのはすごく、はい、今必要になってきてる感じがするんですけど、その辺いかがですか？まさにその通りで、今年僕がやろうとしていたのがまさにそうで、今月の1月の28日に横浜で、その古代語講座っていうのをやって、まさにそれが押して文字とカタカムラ。あれって象形文字で、その文字の意味に形があって、縄文以前の人たちがそれを使っていたんだけど、まあ本当のこと言っちゃうと宇宙人ですよね。カタカムラっていうのは、まあ、銀河の共通言語だったので、本当は人間以前のものが入っていて、まあ、それ、竹内文献とかもそうなんだけど、そういう時の、どういうふうに、当時の人たちは、神とか自然を考えていたかっていうところまで突っ込んで、でそれをどうやって今に、まあ、ヒーリングとかがまさにそうなんだけど、生かすかっていうところまで突っ込んだ、講座をね、今年からやろうと思っているので、で
まあ、まさにさっき言ったように、肩かむなっていうのは、まあ、簡単に、まあ、ちょこっとサボるだけで言うと、はい、まあ、肩かむなっていうのは、まあ、今僕たちがいるのは二元性の光の位置、光でできた構図の位置なんだけど、その元に一元性って言われているエネルギーの大元の世界があります。それのことをカームと言いました。漢字で書くと神様の神でカームだよね。で、まあ、それが、まあ、ムーが一番古いんですけど、ムーの時代に、ね、カタカムナの位置が伝わってっていうか、まあ、持ってきて宇宙人が。で、日本人にそのままなったので、だから、日本語がそのままカタカムナで意味が通じるんです。で、今の日本語で使ってる単語が大体、まあ、カタカムナでわかるし、神様の名前も全部大体出てくるんですね。で、カームから、要は宇宙を作った。宇宙全体を、もう、巨大な宇宙球と見立てて、それをアーマ、天体の天ですよね。天球の天。それをアーマと言いました。それによって、カムからアマへっていうエネルギーが、ね、できて、あと、アマからカムに戻るっていう、その、カムからアマっていう方、上から下の方向と、アマからカムに戻るっていう、その、ね、下から上に戻るっていうね、その、逆方向の向きのエネルギーが、循環が起きました。この双方向のエネルギー循環っていうのも、すごい大事で、それを元にカムからアマっていうのを作ってて、考え的に、アマっていうのはカムから来ていて、で、一番細かい、今でいうところの素粒子、光の素粒子よりもっと細かいもので、宇宙は充満しているという段階ですね。それをアーメと言いました。その、雨、カムから来ている雨。雨が宇宙を全部充満しているんです。高次元から低次元まで。それの宇宙のこと、雨の水かにしって言ったんだけど、で、その雨で充満しているものが、雨と雨の間でエネルギーの差分ができて、それによって渦巻き状に動きができたんですね。それを雨の渦目と言います。そして神様の、まあ、それが古事記とか日本書紀に神様の名前になってくるわけですけど、もともとはエネルギーの循環だったんです。で、その雨で満たされているのが、まあ、雨と雨がそのだんだんとくっついていくっていう、収縮してくっついていく動き、それがだんだんくっついていって素粒子になって原子分子になってものになって、だんだん次元を降りていって三次元に物質化するっていう考えなんです。それを、まあ、僕たちはそれを男性性のね、エネルギーとかディセンション、高次元から物質化して三次元に降りてくる。あとそれと逆に、その物質から今度はだんだんそれが拡散していって、分子、原子、電子、素粒子になって、でだんだん雨に戻っていく、波、波動になっていった、また宇宙に充満していくって、この今の逆の流れ、それを女性性、で、物理ではそれを量子力学と、さっきの物質化の方をニュートン力学と言って、まあ、矛盾したようになっているけど、別に矛盾しているわけではなくて、すべて雨で満たされているから、それが起きるということで、で、その雨っていうのは何かっていうと、もう神から来ているんだけど、本質的にはもう、なんだ、人間の頭で考えているものではなくて、もう本当のもうラブなんですね。でもラブっていうと絶対みんな勘違いしちゃうんだけど、頭で考えちゃうから、本当のラブで満たされていて、それを仏教では全てのものは仏性を備えているって言いますけど、全く同じことで、神から来ているから、だから来ている先は神から来ているしかないので、それが雨になって満たされていて、雨がどんどんそういう物質化してだんだん三次元に降りてきて肉体になったり、まあ、魂になったり、ね、してるだけで、あらゆるものは雨でできているから、あらゆるものはラブでできているんだけど、そういうところまで体感できます。それをカタカムナの人たちはもちろん分かっていたから、そういうのが全部入っていて、であと五視点文字も簡単に言うと、
押して文字を太間にっていうのがあって、うん、真ん中の図形が、あと、うとがなんだけど、ちょっと今見つからない。あっていうのが渦巻き、うん、はなんだけど、それもエネルギー循環。さっき言った物質化するときが、あ、うん、あの、まあ、上から、まあ、要は、この右親指で、まずはね、右の親指で、例えば、上から、このクラウンチャクラに入ってくるときは、右の親指で刺してみるんですよ。この指の向きに回って入ってくる。こういう風に入ってくる。だから右回転、上から見ると右回転。でも降りてこられる側から見たら左回転になるんだけど、まあ、わかんなくなったらこれ刺してください。この向きにエネルギーが入って、この向きしかありませんから。この弱はありません。一方向しかない。高次元から低次元に来るときはもうこの向きだけです。逆に低次元から高次元に上がるときはこの向き。半島上なので。だからこの仕組みを、におやかみと言います。におやかみっていうのは、まあ漢字で書くと、親の神様みたいな感じなんですよね。当時の縄文の人たちはにおやかみと。あと言うとは、そのエネルギーの回ってる渦の、逆向きの渦です。うは、まあ形を、ちょっと今、ペンがないんで書けないんですけど、うは子宮の中に、女性の子宮の中にマルチョンですね。一元性のことを、まあ、神道ではマルチョンで表しています。マルミチョンですね。それが入る。うん、まあ、ということを、うと言います。生まれるとか、産むとかね。生命の生とか、お産の産とか、まさにそうなんだけど、産前に現れるのをう。だから、そういう形で、象形文字で表しているのが、押して文字であり、カタカナの文字なので、その辺はすごい大事なんですね。当時の人たちが神をもうエネルギーの循環として捉えていて、それを当たり前のように使ってたわけですね。で、縄文時代は 手のことを他と言いました。で、まあ、ワンネス体験したことある人はわかるけど、実は自分って思ってるのは、この三次元の体と脳があるからそう思ってるだけで、本当は自分も他人もないんですね。一つの、さっき言った、カムから来てる雨でできているから、みんな同じラブなんですけど。でも、そういうの縄文の人たち分かってたから、自分とか他人ってなかった、ね。ただ手を、たと言って、こっちに向けたら自分、こっちに向けたら他人、自分、他。この区別しかなかった。言葉で別に残してないんだけど、まあテレパシーでやり取りしていて、で、まあ今でもね、まあよくヒーラーの人もそうだけど、僕もそうだけど、リーディングする人とかみんなここでしますよね。縄文の人たちもそうだから、手をたと言って、こうやって相手がどういう状態であって、どういうことを考えててっていうのを読み取れた。だから、棚心って今でも言うことが、その語源、縄文時代から。で、手をたと言ってたから、棚心っていうのが今でも残ってる。日本っていうのはそういう、なんだろう、のが本当に残ってるんですね。言葉としてそのまま。今はもうそれを僕たちもだいぶ感じられるレベルに多分みんな上がってきています。今日来てた人にもそういうレベルに来てると思うんだけど。それを多分これ聞いてる人たちもだんだん、それをもう体感、もう2017年ですから、だいぶ体感されてるんじゃないかなと思って。なるほど。ありがとうございます。チャットの方ですね。まだ質問の方はないので、もし、ヤンガスさんに質問がある方は、チャットの方に書いていただければと思います。チャトランさんですね。ヤンガスさん、こんばんは。今日は龍神様はお出かけですかっていう。そうですね。龍神様がね、特に京都に行ったとき、横浜にも来たんだけど、うん、京都に行ったときはよく飛び回ってて、そういう動画とかにもね、光がビューって飛んでる。でよく体に入ってくるんですよね。龍神様っていうのはなんか、コーヒーが嫌いなので、そうですか。龍神様が体に入ってまだ出てってないのに、朝コーヒー飲んだからね、はいはいはい。そしたらもう、ブワーって、口からじゃなくて鼻から飲んだコーヒー全部ブワーって出て、吹いて、うんうんうん、なんかコーヒーが嫌いなので、綺麗なお水とかお酒とかそういうの。うん、今日はちょっとまだ出ないですね。横浜でも最近こうピューって飛ぶようになって、龍神様。龍神様っていうのは最高生命体なんで、
実は、まあ、宇宙が、さっき言ったようにムーを作る前から実は地球にももともといたんですよね。そういう意味で、まあ、有人の糸っていうのを挙げるといいですね、最近挙げてますけど。宇宙の最高性みたいな。半霊半物質ですね。ねえ、龍さんって結構多いんですか？龍はもういっぱいいるし、もう自在自由に本当に飛び回ってますね。数も多いし、いろんな色になったりとかもするしね。ね、以前ね、あの、なんだったっけかな、ある本でね、子供がまあ見える、うん、っていうで、買ってきた石の中にリュウさんがいてっていう話があって、で、まあ、それ以外にもリュウが結構いるんだよなんていう、で、うちのリュウはヨーロピアンタイプなんだなんて、子供が言っていたっていう文章を読んで、ああ、面白いなと思ったんですけど、うん、やっぱりいろんな種類の龍神様。そうですね。なるほど。はい。サトラさん、明けおめです。こんばんは、ヤンガスさん、お久しぶりですね、と。サトラさん、お久しぶりです。ちょっとね、年末、ちょっとね、都合が合わなくてね、会えなくて。関西の皆様、すごいなんか、かね、すごい、精力的にね、活動されていて、まあ、サトラさんもそういうね、覚醒体験されてるしね、まあ、よく、昔はね、テディさんが来てくれた時は、ね、一緒に飲み会やってたんですけど、うん、今もなんか毎月されてるようで、皆さん仲が良くてね、すごい活発で、ぜひ、だから僕も今度、ね、都合があったら、たまに関西行くんでね、よろしくお願いします。サトラさん、元気ですか？サトラさんね、僕はお会いしたことないんですけどね、非常に面白い方ですよね。うん、はい、マコリンさん、ブチさんこんばんは。さっき、今さっき帰ってきて、今から見させていただきます。今夜はヤンガスさんだったんだ。遅れてしまいました。ね、はいはいはい。ね、はい、マコリンさん、いえ、大丈夫です、ね、チャットで盛り上がるっていうのもありですもんね。チャット内盛り上がりもありですね。ヤンガスさんに聞きたいこととかね、書いていただいて。自由に、お願いします、ね。はい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 。ね、まあね、ヤンガスさん、本当いろいろ、鈴研さんのところも出られたりとか、YouTube でも、ね、いくつか映像の方出されてますもんね。あ、そうなんですね。うん、だから、まあ、いろいろ、まあ、高次元、まあ、覚醒体験して高次元とつながるようになってからいろいろ情報が降りてきたりとかね、うん、してそういうのを出したりとかしてたんですけど、一番最初は天の歌とかが降りてきて、まさにさっき言った押して文字のあのイザナギの部分が25文字でイザナミが23文字で分けると、まさにディセンションとアセンションがもうパーンって綺麗に反転した状態で分かれるっていうのを、まあ、最近いろんな人がみんな言い出してるけど、まあ、僕が最初に言い出して、でその時にそのパターンに当てはまらない音2と我がアセンションのキーで進んできたんで、その意味も最近 YouTube に上げてるんで、もしちょっと音声が聞き取りにくいんだけどね、また興味がある人はヤンガスで検索すると出てくるんで、いろいろ上げてるので見てみてください。あと最近自分がね、あの個人的に興味持ってるのが月で、はい、ね、ヤンカスさんから、ね、教えてもらえればなと思うんですけど、例えばね、本当に、1月2月なんていう暦でももう月が入っちゃってる、うん、じゃないですか、ね、で、はい、その1日っていうのも、まあ、ある人曰くですけど、その月たちから来てるっていう、うん、あ、どうなんだろうな、そう言われてみるとそうなのか、ね、1日、2日、3日っていうね、でもなんか月と、関連があるのかなっていう、日本人とこの月っていうのはやっぱり非常に、近しいで、それをもってなんか自然のリズムっていうのを、日本人は感じていたんじゃないのかなって。ね、それからもう一つが先ほどの、神様の話でも、まあ、太陽神としてもね、
アマテラスさんの話が出てきて、まあ、そのセオリツ姫っていうお話されてましたけれども、それに対してその月を、ね、象徴する、その日本の神様もしくはそのエネルギーっていうのをやっぱり尊重していたのかな、なんて、もしお尻でしたら、うん、まさにだからそこすごいこれからも一番大事なところです。で、まあ、昔はもちろん退院歴で、今より大体1ヶ月ぐらいね、あと、今のカレンダーがちょっと早すぎると思うんですよね、うんうん。で、あと月っていうのは、まあ、神道で言うと月読みだよね。うん、で、月読みっていうのは全く活動されて、活動した形跡あまりない感じさ、うんうんうん。宇宙的に見ると、まあ、月の裏側にいろんなね、装置が、ね、いろんな UFO がいるとか、月の中に装置が埋め込まれているとかね。じゃあ月は一体何なのかっていうんですよね、うんうんうん。でもあれは絶対意図的に作られているから、地球のいろんな場所から